金平梅。そう、春梅はうまくやっているのね。はい、ご夫妻にも大事にされていて、とても幸せそうでございました。ならいいわ。他にご用は？もうないわ、お下がり。なんだか釈然としないわ。タンの言葉をどうしてもそのまま信じられないわ。だってやることが春梅らしくないもの。それにリングのところの目かけはね、なぜかいつも嫁いだ途端に病死しちまう。大葉の話も気になるし、それに正妻の王角さんのあの人当たりの良すぎる微笑み、やはり自分で確かめた方が良さそうね。でも私はもう林家で顔を覚えられてしまったし、祝儀にはこの手の仕事は無理だわ。そうなるとまた大葉に頼むしかないわね。タンさん、そろそろ夜の支度を。いないわ、どこに行ったのかしら。旦那様。タンさん、どうしました？何か忘れ物でも？いいえ、旦那様に会いに来ました。タンさん、お加減はどうかしら、春梅さん。もう少しよ、春梅さん。もう少しで全てが終わるわ。全てが終わるわ。ちょっと、誰かいないの？どこに行ったの？春梅？春…しまった、春梅はいなかったんだわ。お呼びですか、奥様。いつも来るのはお前ね。タンはどうしたの？それが朝から姿がどこにも見えなくて、その、またなの？この頃あの女が仕事をしているのを見たことがないわ。大奥様もとんでもない人を連れてきてくれたものだわ。あの方の好みはいつも融通の効かない真面目な女のはずだったのに、どうもタンは口ばかりで裏があるような気がするわ。一度大奥様に話してみようかしら。金蓮さん、新しく入った召使いの様子はどうかしら。それがあなたとどんな関係が？うふ、タンさんはよく気が利いて、その上働き者でしょう。とても金蓮さんは喜んでらっしゃると思って。ええ、素晴らしい働き者よ。私にはもったいないくらいのね。やっぱり私の思った通りだわ。そうでしょう。あの方を見つけてきたのは大奥様ではなくて私ですの。うん、どうかしら金蓮さん、リングさんの縁談といい、私に人を見る目があることがお分かりになった？失礼するわ。金蓮さんたら悔しがってるわ、いい君。私には人を見る目があるですって？あの女の言葉ぐらい当てにならないものはないわ。奥様、大葉さんという方がいらしたのですが。大葉、やっと来たのね。お久しぶり、金蓮。遅かったじゃないの。いつまで待たせるつもりだったの？まあまあ、そう怒りなさんな。こっちだって大変だったんだよ。正妻の王角さんの人柄のせいで、職人たちが口が固くてね、聞き出すのに苦労したんだ。言い訳はいいわ。それで春梅は？
あまりいい報告じゃないけど、春梅は流行り病にかかっているらしいね。流行り病？奥の部屋で誰も近づけずに王閣さんが一人で看病しているそうだよ。春梅が死んだら、これで妾の葬式は8人目だ。本当に林家にはたたりがあるんじゃないのかね。冗談じゃないわ。そんなたたりで春梅を死なせてたまるもんですか。それともう一つ面白いことがわかったよ。あんた最近タンという女を召使いにしたね。ええ。そのタンがどうも主人のリンウさんといい仲になっていてね、どうやら春梅の後釜を狙ってるらしいよ。タンがリンウさんと？なんて女なの？今までの報告は全てデタラメ。しかも仕事を怠けてリンウさんと3つ。やはり平次が絡んだものにはろくな奴がいないわ。でも今は平次になんか構っていられない。春梅の葬式なんか出させるものですか。まあ本当ですか旦那様。ああ、他ならぬ春梅のことだからな。春梅？春梅が嫁いでから一度も会っていないんですもの。あの子の幸せな姿が見たくてたまらなかったんですの。旦那様と一緒にリンウさんのところに訪ねて行ったら、きっと春梅だって喜びますわ。お土産もたくさん持っていきましょう。まずいわ、王閣さんに知らせないと。どうした金蓮？ネズミが入り込んだかもしれませんわ。何ですって、正門家のお二人が？お二人が訪ねてきたら春梅さんに会わせないわけにはいきませんよ。そうなったら流行り病だとバレてしまいますわ。ああ。バカな女ね。子供も産めない上に、体裁のために必死で春梅の病を隠してきたのに、それも無駄。本当に何の役にも立たない女ね。こんな人を制裁に置いているより、私の方がはるかに役に立つというものよ。そうだ。ねえ、王閣さん。私が春梅さんのことを金蓮奥様に取りなしてあげるわ。え？あの方は春梅さんを大層可愛がっているわ。それに丈夫な人が欲しいと言ったのに、病になったのよ。それを理由に正門家に返してしまいなさいよ。それは、できません。どうして？それは、春梅さんは大事な妾ですもの。呆れた。あの子は流行り病で死にかけているんでしょ。もう諦めなさいよ。看病していればきっと治りますわ。ちっ、往生際の悪い女ね。諦めがつかないなら、私が春梅さんを殺してあげてもいいわよ。え？このままでも死ぬのは、どうせ時間の問題でしょ。ダメよ、殺さないで。この子はいい子よ、殺さないで。ふん、もっと頭を使いなさいよ、王閣さん。春梅さんのことは私がうまく取りなしてあげる。それに、妾が欲しいなら、私がなってあげてもいいわよ。春梅が流行り病だったなんて、どうしてもっと早く知らせてくれなかったんです？本当に申し訳ありません。せっかく正門家から迎えた妾を死なせてしまうなど、とても恐れ多くて言い出せなかったのでございます。悪いのは全て私です。旦那様のせいではありません。お怒りはどうぞ私の方に。金蓮様、王閣さんの苦しい胸の内をどうぞお察しください。それに春梅さんは病床で正門家に帰りたいとおっしゃってます。
連れ帰って見とられるのが俊梅さんのためかと。先回りしたわね、タン。わかった。俊梅は連れて帰る。正門家で医者に見せる。それでいいな、金蓮。はい。とりあえず、俊梅を取り戻せたのだから、よしとするわ。これで、また妾がいなくなってしまったな。旦那様、ご心配なさいますな。よければ私が妾に入りますわ。タンさん。俊梅が帰ってきたんですね。ええ、お医者様に見てもらっているところなの。旦那様。どうですか、俊梅の具合は。それが。どうも流行り病にかかっているとは思えないのです。え？いろいろ調べてみたのですが、どこにも病気の兆しが見えません。ただ薬でずっと眠っていただけのようです。薬で眠らされていただけ？これは一体。あの旦那様。なんだ。ただいま大奥様のところにご連絡がありまして、召使いの丹さんが俊梅さんの代わりにリウンさんの妾になると。何ですって？やってくれたわね、あの女。あんな女こそ、凛家のたたりで死んでしまえばいいのよ。奥様。気がついたのね、俊梅。奥様、助けてください。大丈夫よ、俊梅。あなたはもう助かったのよ。いいえ、私ではありません。王閣さんを助けてください。王閣さん？